どうもかまいたちです。さあということで、今日はですね、はい、急遽動画回してる形ですよね。一発目ですか、復帰。そうですね、はい、一発目の YouTube 撮影でございます。まあ、いろいろメッセージとか励ましのお言葉とかいただきまして、はい、ありがとうございます。うん、各所の皆様本当ご迷惑をお願いします。はい、申し訳ございません。でも応援メッセージとかやっぱりちょっと励みになりましたんでね。ありがたかったです。取りだめてたからね、なんとか YouTube はね、うんうん、太鼓のとかね、うん、見ていただけましたか。もうちょっと見てもらわないとっていうぐらいの再生回数ですね。そうですね、やっとコロナから我々復活いたしまして、はい、まあ、コロナのことについてね、知りたい方というか、うん、どんなもんなのかなっていう興味ある方いると思うので、そう、ね、我々の隔離してた間どんな感じやったかとかも、はい、そうですね、うん、だからちょっと2人とも別々やったんですよ今回。濱家くんが病院で療養で、はい、僕は自宅療養やったんで、うん、各々どんなものだったのかをちょっと今日語っていきたいと思います。う、ね、うん、まず僕が先に陽性が出て、めっちゃびっくりしたんじゃん。びっくりした。なんか、うん、な前触れがほんまなかったんですよ別に、うんうんうん、で、その日仕事行ってジップかだから朝、うんうん、行って、で、まあ、テレビ局 の、 そのスタジオ入る前に、うん、こう検温のやつが何個も何個もあるね、うん、ある消毒とともに、はい、で入る時になんかちょっといつもよりあったかい感じするなっていう感じ。ほうほうほう、ほんまそれぐらい、うん、暑とか体温高いわとかじゃなく、うん、なんとなくちょっと今日はあったかいんかなぐらい、うん、それ結構あるもんね。そう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 。うわ、なんか俺大丈夫よなと思ってピッてしたら別に普通みたいな。そうそう、だからその時は俺もそのスタジオ前で何回だからそんな感じやからさ、うん、万が一のことあったらあかんから何回も 全部 の、 あの体温測るやつでいつもやってるやつ、そうそうそう、やったら全部 36.5 やって、おお、ほんでまあまあ大丈夫かっていう感じで、で終わって、うん、でその時にまあ、ちょっと暑っぽいんかなと思ってもう一回測ったら7度ちょっとぐらいになって、うん、7度1とか2とか、うんうんうん、でうわー下田風邪ひいてもうたんかもと思って、風邪でもテレビ局も入られへん今熱あったら、うん、うわーと思って行ったら陽性やったっていう。それはビビるな。ビビった。いや本番終わりになんか仕事終わり体温上がってるなんか全然あるから、うん、運動ぐらいの感じでね。で手品もミスってんやんその日。ああじゃあまあ熱あって当然そ、いやいやいや、そこがつながるかどうか分からへんけど、うん、ミスったことによる発汗みたいな気もしてなんか。で検査場行ってで、うん、陽性出て、そう、その日だからそれこそ大阪で死ぬほど仕事入ってたからジップ後に、うんうんうん、でもさすがに大丈夫やろうと思いながらそれもあるからもう最短、うん、PCR スペース最短で調べて行って、はい、2時間で結果出ると、うん、遅くても2時間、早かったら1時間ぐらい出ますってとこ行ったら陽性、うん、でそっからはどうなの？ その PCR 検査所で陽性って結果が出てから、うん、出て、待機してくださいとりあえず、うん、PCR したところから保健所に連絡入れますから、うんうんうん、陽性者が出ましたと。で、保健所から連絡来るまで待機しておいてください、はい、で待機してて、うん、で保健所から連絡あって、どうされますかと、うん、ホテル療養にするのか自宅療養にするのか病院にするのかと。で俺その時にはもう熱38度5分ぐらいまで上がってて、うんうんうん、保健所から連絡あった時にはだからいやこれ自宅はあかんよなっていう。そう、帰れないよね。そうそうそう、家族いるから自宅はあかんよなって思いながら、うん、どうしたらいいですかねみたいな話で、うん、ちょっと熱高いんで、うん、で万が一のことがあったら怖いんで一度病院調べましょうかって保健所の人が言ってくださって、うんうん、じゃあお願いしますっていうことで病院見つかりましたっていうのでそのまま
保健所の人が迎えに来てくれたんかな、だから。お、え、じゃあもう一回も帰らず直入院。そう。準備は何にも。え、手ぶらで行けんの病院って。手ぶら で、うん、で無料と有料があるんですよ、うんうんうん、で有料の方はタオルとかも毎日持って帰って、はいはい、持ってきてくれたりとか、はい、それだけかな、タオル持ってくる持ってこないぐらい。有料の方アメニティがあったり。有料の方選んだ。選んだ。で個室やったってこと。そう。じゃあ有料じゃなかったら、有料じゃない個室もあるの。あ、もうあんの。有料じゃない個室、有料の個室があって、うん、有料じゃない個室はもう何にもないと、うん、アメニティもタオルも Wi-Fi も何にもない。で有料の方は Wi-Fi もあるし、はい、アメニティもあるし、うん、タオルも毎日交換します。はあ、それがついてる。タオル、アメニティ、Wi-Fi がついてる。なるほどね。いや、まあでもでかいな、タオルいるもんね。え、一泊二万。一泊二万。高いな。出産の時ぐらい高い。一泊二万って高いよね。ゼロか二万かでしょ。Wi-Fi とタオルとアメニティで二万。食事は？はついてる。食事は無料もついてる。ついてる。グレードは？一緒。一緒。え、アメニティ代そんなすんの？だから俺は一瞬ちょっと迷ったんすよ。うん、そやけどもうその時点で家族、うちの奥さんと娘は濃厚接触者やから、はい、外出られへん、うんうんうん、俺にタオルとか着替えとかを持ってくるわけにはいかへん。そうね。で、カバサはもう濃厚接触者やから、うん、もう俺のとこに何か持ってきてくださいっていうのもお願いできない、はい、で森下も濃厚接触者っぽいなと思った俺は最初、うんうんうん、違うかったけど、濃厚接触者じゃないけどもしかしたらそれに当たるのかなとかもあって、うん、やばい、頼れる人いないってなったんです。そうや、だからもうこれはせめてタオル、アメニティとかはっていう。せやんな、それはそうするな。ほんま頼れる人いない、こう、あの接触できないから、うん、家族持ってこれない。でマネージャーが、売店で T シャツみたいなのが置いてある、うんうん、グンゼ の、あの、うん、インナーみたいな。え、売店には行っていいの？ダメ、電話でお願いして買ってきてもらう。え、じゃあ個室の病室にずっと、ずっとだから出ず、もう入る時にあの病院到着して、この肺の、CT じゃないけど、うんうん、なんていうの、肺の MRI 的なそういうやつ、CT みたいな取って病院で、でそのまま病室入ってそれで終わり。もうそこからは退院まで出れませんのでって最初に説明を受けて。はあ、うん、いやそれ すごいね、うん、あなたどうしたんですか、陽性で。1回目陰性やったでしょ。俺は濱家さんが明け方やん、ZIP 終わりって、うん、で検査結果出るのが10時ぐらいやったかな、うん、なんか最短で出るんですけど、うん、つってまず連絡が来て、濱家さん熱出たんで、うん、山内さん一旦ちょっと仕事ステイで、うん、ちょっとその場で待機してくださいって言われて、うん、だから分かったって言って2時間ぐらい待ってたら、うん、濱家さん陽性出ましたってなって、陽性出たんってなって、いやこれもだからそのまあだからなんやねんかもしれんけど、うん、俺自分で言うのもないけど、うん、周りの人間の中で俺が一番気使ってるぐらい気使ってた自負はあったのよ、うんうん、ま、だから全くどこでもらったかが分かんないんですよ。マスク絶対してるし、二重にね、消毒もするし、するし、なんかお菓子とか食べる時とかも自分でもカバンに割り箸絶対何本か入れてて、うん、絶対素手で食べへん、お箸経由で食べる、うん、タケノコの里とかも俺お箸で食べてたからね、持ちにくいのに。スタジオで VTR 見る系のやつで直前に音声さんが音声大丈夫かなってチェックしたイヤホンとか渡されたら、本当誰にも見えないように。お前よう見てんなマジで。もっとで誰も見てない、もうマジックと一緒で
誰も見てない、なんかあっちにあっちにスタッフさんの印象振っといてスッて吹いたりして、お前よう見てるな、鉄壁のガードを繰り広げてるわけよ。すごいなほんまに。俺がアルコールティッシュみたいなんでポケットからスッとチュッチュで拭いてる、見てんのあれ、うん、いやだって俺も目ざといな俺も やるようにしてて、あ意味わからんから、その手消毒してんのに、うん、耳ん時だけ普通にチェックして戻されてもなって、その後シュッシュしないとあかんやんと思ってたから、でもそれぐらいやってて、うん、そうそう、うん、で陽性出たんやと思って、でも俺も何の異常もないし、うん、熱もないし、うん、で俺めっちゃ困ったのが、家に俺は仕事行こうと思って出てた瞬間にちょっと待機してくださいって言われたわけよ、うん、だからその外で誰もいない場所でずっと待ってたわけ、うん、結果出るまで。でも大丈夫やろうなと思いつつね、もう熱もないし、うん、熱だけ測りに行ったの、うん、入り口にこういうのあるビルを探してピッてしてそれしかも何回も手とかでもやったし、よそさんの体温計ちょっと借りて、よそさんの体温計借りて問題なかったから、うん、もう絶対大丈夫やけど、まあ、一応結果出るまでは誰にも会わんとこと思って待ってて、うん、で陽性出ましたって言われて、僕がね、濱家が陽性出ましたって言われて、うん、で俺家帰ったら嫁と子供いるから、うん、これどうしたらいいんかなと思って、 それが困んねんな。で万が一あるからと思って、うん、知り合いの病院があったから、うん、入院もしといて、うん、問題なかったら退院の方がいいんかなと思って、うん、で俺院長先生が知り合いのとこやって、そこ、うんうんうん、で院長先生にちょっとこういう事情で、うん、もう入院今からしたいんですけどいいですかって聞いたら、今病床は全部保健所が管理してて、うん、コロナじゃない人をコロナの扱いとして入院させることは できないですと、うん、だコロナって認定されてからじゃないといけないですと、うんうん、そうやろな今はな。でしかもホテルにじゃあ行こうかなと思ったら、ホテルもコロナ病棟、うん、今になってる病棟はコロナの人しか行けませんと、もしくは濃厚接触者だったら濃厚接触者っていう連絡が保健所から来た人しか泊まれません、うん、だから仮に俺がもしホテルに行って、うん、勝手にね、うん、ホテルに行って普通に泊まってたとするやん、うん、で普通に泊まった後で山内濃厚接触者でしたみたいなニュースとかが出たら、うん、あいつうちのホテル濃厚接触者のように泊まりに来てんねんけどみたいなので、うん、問題になる可能性があるって言われたから、うん、俺は絶対映ってないと思ったから、うん、もうまあ何の異常もないから、うん、じゃあもう家で待機しとこうかなと思って家帰って、うん、で事前に嫁に濱家がなんかコロナになったらしいから、うん、俺濃厚接触者に当たるから、うん、多分かかってないけど念のため会わないようにして家の中で、うん、一部屋俺こもっとくから、でマスクもして会う時はでトイレもシュッシュシュッシュしてやるからちょっと何日間か俺休まなあかんわっつって家帰ったわけよ、うん、ほんででも熱もないし異常ないから、うん、なんてガード緩かったわけ最初自分的に、ね、自分的に、はい、一応マスクしてるけど、うん、息子が遊びに来たら部屋に、うんうん、パパ遊んでみたいなの来たら、うん、パパ今あかんねんって言いながらこう部屋に入ってきた息子を普通に触って、うん、それ出て出てってやったりしてて、でもまあなってないから大丈夫やろうとか思ってて、うん、ほなその濱家がなった次の日夜中にちょっとだけ熱出たの、うん、37度で、うわ熱なんか出たけど、うん、まあよくあるうっすら熱かなと思って、うん、でも一応病院行って検査しようと思って、うん、で嫁ももうせっかくやからもう一回まず俺陰性だったわけよ、その濱家がコロナになった後に俺も
PCR 受けたら俺陰性やったから症状出る前ね熱のね、うん、陰性やけど家で隔離一応しとこうぐらいの感じやって、うん、でもその後に熱出たからもう一回次の日 PCR 受けに行って、うん、その時は嫁と子供と行ってんけど俺普通に子供とさ、うん、手繋いだりして危ない危ないこっち行ったらあかんよとかやったりしててなってないと思ってるから、うん、ほんでPCR 検査受けて、うん、で病院の先生にもあの酸素、はいはいはい、濃度測るやつとかのパルスオキシメーター、ね、パルスオキシメーターとか、はい、血液中のとか採血とか して異常がないですと、うんうん、あのな病気になってる人の特徴は全然出てないんで大丈夫だと思うんですけど仮になったとしても、うん、あの重症化とかすぐなるタイプではないと思いますって言われたわけ、うん、ありがとうございますやっぱなってないなと思いながら家帰ってほなその日の夜に急に39度まで、うん、絶対かかってるやんって絶対かかってるやんって急になって、うん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 、ほな次の日あの連絡もあってあの陽性でした、うん、で保健所から連絡来ると思うんでそれに従ってくださいって言われて、うん、で俺はホテル療養を勧められたわけ、うん体調そこまで熱出たけど、うん、味覚もあるし特にめっちゃしんどいとかないんだったら、うん、ホテル療養されますかって言われてけど俺嫁の体調も良くなかったからこれどうやったらいいかが分かんなかったからもし嫁もこれで、うん、嫁は陰性だったわけよもう一回 PCR 受けて、うん、子供も大丈夫やってでもこの後もし嫁が陽性になった場合、うん家に誰も入られへんやん子供のそれめっちゃ怖かったほんまで俺病院あのホテルに一回行っちゃったらその後多分出れないから、うん、で嫁がもしコロナになったらコロナの体調悪い嫁と息子、うんうん、不安すぎるもんなどうやって生きていっていいか分かんないなと思って、うん、で俺症状そこまでしんどくなかったから万が一嫁がコロナでやばくなって入院ってなった時に俺が家に残って息子の面倒を見なあかんなと思ったから自宅療養を選択してやって、うんうん、ほな事前にホテル療養かどうか聞かれた時にさホテル療養は無料やったよ、うん、ただですとで1日3食お弁当が出ますと、うん、で 病院の先生が来てるんで1日1回検診受けてもらいます、うん、で自宅療養の場合はあの1日1回電話で検診を受けるか、うん、1日2回 LINE が来るんで、うん、LINE の質問に全部答えてもらうか、うん、どっちかですって言われて俺は LINE の方を選択して、うん、ずっとやっててんけどあと食事も送りますけど、うん、大丈夫ですかって言われてあの区の方から自宅に食料を送ることもできますって。あ、食料はなんとか、うん、通販とかいつもしてるんで大丈夫ですっつって耐えてんけど、うん、で結果嫁はあのもう一回やっても PCR 引っかからずそこ奇跡的じゃない奇跡よねかかってないの俺もだからこれ一番最初によぎったのは周りの人誰かにっていうなんかよぎりほんでうちの奥さんと娘いやかかってないわけないかって最初思って、うん、これはだって前日キスもしてるし何の症状も出てないから、うん、娘とね、うん、奥さんもやけどいやそれええねんそこでも俺前日がそのジップの前の日やったから、うん、一緒に寝てないねん、はいはい、いつも一緒に寝てるけど前日だけリビングで寝てんねん布団で、はいはいはい、ジップの前の日、うん、それもちょっとまだあれやったんかなって、うん、確かに最低限の功を奏したじゃないけどいやだからおそらくですけど全然わかんないけど、ね、熱出る前に家にいたからっていうのもあるんですよ熱出たのがなんか外やったもんね、発症した直後が一番感染力強いっていう、あ、そうなんですね、ネットニュースみたいな記事でね、うんうんうん、でどんどん感染力ってコロナは落ちていくって言われてんねんって、まあ、説があるからだから発症した直後が一番
広まりやすいみたいに書いてる人いたから、まだその時キスの時がギリ、うん、弱い時だったんですよ。だって俺毎日朝家出る時も体温測ってんねん自分の家のやつで、うん、その日もやっぱ出る時も36度5分やったからさ、うん、まさかやったなマジで。でほんまにただかかってなかっただけやで、うん、奥さんと娘がただかかってなかっただけ、かかってたらどうしてたんで、そうそうそうマジで、うん、全員でもほんで親呼ぶわけにもいかんしさ、うん、あれどうしてたんやろマジで。いや本当皆さんどうしてんのかなって、ね、で子供連れて入院するとかになるのかな、そこがちょっと分かんないぐらい。そうね、まあ、で症状としては僕はだからもう初日その陽性出ましたよってなった初日が39度5分まで熱上がって、うん、でも頭痛、うん、高熱と頭痛やね俺は、はい、で頭マジでもうっていう、うん、まあそれはそんだけ熱出たら頭痛なるかっていうのもあんねんけど、うん、それが俺の一番の症状やったんですよね。俺しんどかった結構。めっちゃしんどかった。ああ、いやだからマジで人によるなと思って。俺だから39.5度ぐらいかな、俺も出た時、その夜中いきなり、事前にあの病院の先生に PCR 検査を受けた後に一応解熱剤出しときましょうかって言われて、まあ、一番コロナでみんな使用してるっていうのカロナールっていうのが一番いいと言われてますって言って一応カロナールもらってたわけよ、うん、で 39.5 度出て あの寝れないしんどさ、うん、節々が痛くて、やけど別にカロナール飲むほどじゃないかなって一瞬思って、で俺はなんか熱上げることによってウイルスを殺してるって前お母さんがなんかちっちゃい時言ってたから俺もそれイメージある熱を殺すために体が体温を上げてるから、うん、体温を下げちゃったらウイルスがどんどん残ったまんまになるみたいなのをちっちゃい頃言われた記憶がなんかうっすらあったから、うん、飲まない方がいいのかなって思ってちょっと様子見てたけど、いや寝た方がいいし一応飲んどこうと思ってカロナール飲んで、で次の日普通に 36.5 度ぐらいになってて、でそっから全然そのまま一回ブーンって上がってカロナールで落ち着いてからは何の症状もない、しんどさだから俺は全然なかった。あそう、でもめっちゃ人による病気なんやろうなと思って、うん、俺は39度5分ぐらいまで上がってそれが3日間ぐらい続いたんかな、9度5分8度。薬飲んでないので俺も最初解熱剤しんどかったら飲んでくださいって言われてんけど、うん、俺も全く一緒、体温上がってんのはウイルス殺すためやっていうのが、うん、先生が飲めっつってねんか飲んだんやねんけど、古い人間やな多分間違ってるよ、間違ってると思う、先生が出すんやから、うん、であんまりにもほんま寝られへんぐらいしんどかった俺も、うん、で2日目に飲んだんかな、でちょっと下がったけどでもそれでもな8度5分切るっていうのがなかなか無理で、9度とか9度1分とかそんなラインで、4日目ぐらいにようやく7度3とか4とか5とかぐらいになって、うん、でもあでも4日目にはもう落ち着いたんかな、その日の晩ぐらいには、うん、でそっからはもう平熱ずっと、うん、でなんかコロナ独特の味覚ないみたいなの出たんでしょ、熱下がって36度5分に落ち着いて2日間ぐらい経って、うん、あもう大丈夫やわよかったと思って平熱で入院状態、うん、ああまあまあよかったなって思ってたらなんかふとあれみたいな、うん、匂いしてへんみたいな感じになってあれってなって、うん、飯来た時にってあ匂いせえへんわって全くしんで飯食っても何の味もせえへん、だから俺味覚嗅覚なくなるっていう話聞いてたけどうっすらあんねやろなとか、うんうん、
なんとなくは感じるやろうと思ってたけど、うん、ゼロやった、すごいね。熱ないのにないってことでしょ。今もう立ってるやん、期間立ってる。今は今うっすら戻ってきたぐらい、風味が感じられるようになってきた。だからでもだいぶ早い方やと思う。みんな1ヶ月ぐらいかかるって言ってたもん。へえ。俺は今コーヒー飲んだら、あ、ちょっと苦いんかなとかぐらいは感じる、うんうんうん、でもほんまゼロになってみる。で風呂入るやん、もうシャンプーとかしても何の匂いもせへんねん、シャンプーとかも。最初用意されてたアメニティで最初に風呂入った時、これもう匂いきつすぎるわこのシャンプーって思ったん、はい、あの独特のやつあるやんか、はい、あれやってんけど、もうそっから何の匂いもしない、風呂入ってても。いやすごいね。いや怖いな。怖いですね、人によってですわ、ほんまに。あんなに味覚なくなるとは。基本これ濱家さんはホテルで過ごしてる間は、病院ね、病院で過ごしてる間は1日も基本出たらダメで、何をされてたんですか、熱落ち着いてから。いやでもそれでもやっぱり平熱になっても、今の俺の仕事はもうとにかく体力回復することやと思ってたから寝てたのよ最初、うん、もうほんま一日中ベッドのよ上にいた、座ってもない、寝転んでた、ずっと。でご飯食べる時だけちょっとこうして、ほんまにベッドの上だ、体もバキバキやったし、もう足もほっそほっそなって暇やろな。うん、やな。でも後半さすがにトイレ行くだけでもってなるぐらいやったから、うん、うわやばい、めっちゃ体力落ちてるってなったから、 YouTube で最後の方3日間ぐらいはラジオ体操してた、うん、YouTube でラジオ体操出してラジオ体操おじいちゃん、おじいちゃんやな。まあ、でも YouTube とか今 TVer とかさ、うん、そういうのあるから、部屋でも一応体育、まあ、テレビ見たりとか、まだね、それできるのは唯一救いですね。皆さんちょっと気をつけて。いや本当もう対策に対策を重ねたつもりでもやっぱりかかっちゃうから、うん、もうどうせっちゅう話やねんけど、よく言われるそのマスクどうなんだ問題あるやん、うん、ほんまにマスクってどうやねんみたいな、うん、でも俺ら、まあ、もちろん2人ともなったけど、うん、マネージャー樺沢、はい、作家森下で、スタイリストさんとか、こういつも仕事を一緒にしてるチーム、うん、誰一人としてかかってなかったよ、うん、でみんなもちろん俺らも楽屋の時マスクしてるし、他の人もマスクしてるし、うん、マスクっているなっていうのはなんとなく体感で思った。やっぱりするに越したことないやろなと、ね、うん、マスクは絶対いますね、うん、常にしといた方ができるだけ。いやーこれはもうかかりたくないですね、長い期間が。1年前に自粛になった時に20日間ぐらい休みあってんけど、その時は全部止まってたやん、みんなが止まってたやん仕事だから、まあそんな何も思わへんかったんけど、俺だけ止まってるこの10日間とか、うん、やばいやばい、この10日空けて仕事なくなってたらどうしようとか、それやばかった。であと一番がやっぱり周りに感染した人っていうのがすごい気になったな。山内も発熱した時も勘弁してくれと思ったもん。しゃあないけど、うん、すごい申し訳ない気持ちになってさほんで奥さん子供、うん、山内のも頼むからもうかからんといてくれとか、やばい、森下のとこも子供おるとか、うん、めっちゃ思ったな。いやまあ別にね、これ俺の話やから自分でこうなってるだけで、うん、もしかかった人はそんなこと考えんでいいんですけどね、うん、しょうがないことやから誰が悪いとかでもないからあれなんですけど、やっぱりかかった本人はちょっと思ってしまう、うんうん、田舎の方とかね特にそんなすごいって言うから、ね、もうお互い気をつけて。俺が先に発症しただけかもしれへんっていうこと、そうそうそうっていう考え方にした方がいいよっていうラインをいっぱいいただきました、うんうん、全く思い当たる節がない、
どこでとかが本当にない。あったら言うてる。いや言わんでええねんけど、ね、あいつやっていうの、うん、でも全くわからない。こればっかりは。そうね、うん、チャンネル登録お願いします。ぜひ皆さんも本当に感染対策気をつけて、はい、今一度ね、うん、もう少しだけ頑張りましょう。そうですね、うん、マスクはもうめちゃくちゃ大事ですと思いました。はい、し、はい、てください。マスク、手洗い、うがい、目鼻口をなるべく触らないとかね、基本的なことを頑張っていきましょう。はい。